네, M타임 시청자 여러분, 네, 안녕하세요. 태군입니다. パワフルなダンスと歌唱力で注目されているテグンさんが昨年12月11日中野ゼロでスペシャルイベントを行いました。今回のイベントではファンに成長した姿を見せるためにイベントの企画の段階から参加したそうです。テグンさんがサンタの衣装で登場すると会場のファンから大歓声が起きました。 네, 저희 댄서 형이에요. 네, ダンサーをしてくださってるお兄さんなんですけど今日はトナカイ役 네, 여러분들이랑 이렇게 같이 좋은 추억 만드는데 도와주시겠다고 하셔서 같이 나왔어요. 今日いい思い出を作ろうと思って一緒に来てくださったそうです。韓国だとルドルフって呼んでます。 また クリスマスソングを歌ったり自ら作ったクッキーを会場のファンにプレゼントするなどとても活気あふれるイベントとなりました。 皆さんのおかげでこんなに素敵なコンサートになりました。心から感謝しています。最後に番組をご覧の皆さんにテグンさんからメッセージが届いています。ご覧ください。 M타임 시청자 여러분, 네, 지금까지 태군이었고요. 앞으로도 열심히 노력하는 가수가 될 테니까요. 저 태군 많이 사랑해 주세요. 안녕히 계세요. そして今回プレゼントをいただきました。テグンさんの2010年のカレンダーを2名の方にプレゼントします。番組の感想をお書き添えの上、ご覧の宛先までどしどしご応募ください。 お待ちしています。さて、韓流ニュースを毎週お届けする M タイム、 今年最初の放送はいかがでしたか。今年も気になる韓流スターの注目ニュースをいち早くお届けします。それではダメペヨー。